あの西尾が喜さんについてね相変わらずその、えー、といろいろな情報というかあの、まあ、ネガティブキャンペーンっていうんじゃないんだけどその西野さんこういうところは問題だよとかサロンこういうところは問題だよっていうようなことをあの言う、ね、方々がよくいらっしゃるというかで僕はあの前にも確か YouTube で言ったと思うんですけど僕西野さんが煙突町のプペル、えー、あの作ろうと思って頑張ってたのをずいんもう10年近くかな見てきてるんで。 いや最後までやりとけるのすごいなと思うし「あの煙突町のプペル」という作品のね評価というか芸術性っていうのはこれは主観の問題なんだよすごい難しいんですよね。僕はある何、えー、ていうか感覚というかその持ってますけどそれは僕の感覚だからそれが正しいとも言えないしただ4年 c の、えー、とアニメとかそういうクオリティがすごい高いっていうのはあのなんか誰もがそれは客観的にある程度、まあ、言えることだと思うし。 それ以上のストーリーとかその主題テーマについては本当にこれはもう人のそれぞれの価値観があるだろうからあの難しいだからエンツマプペルについてえっ、ー、となんてんうかな「僕はこう思うよ」とか「私はこう思うよ」ってのは言うのはいいと思うしそれがロッテントマト的な評価サイトがあっていろんな人の評価をまあ集計してそれであのこうだよっていうようなことがもっと日本でもあったらいいなと思うんであのこれからだから 煙突町チプペルが英語圏とかでも公開されていったら、えー、とそういう評価っていうのもひょっとしたら出てくるかもしれないしねそれはそれでいいと思うんですけどで本題はその西田さんがその、まあ、サロンなどで、えー、煙突町チプペルのプロモーションを、えー、と夢を実現したいとか言ってでそれに共感する人たちがいろいろそういうことをやってるということについて、まあ、例えばそれをボランティアでやってるとか,なんか何かをやる権利をあの買うとか。 そういううういいやり方がどうなののかかっていうことを言っててこと言るのはまあ分かるはんですよでもねあの大事なことってその、えーまあ、西野さんの,そのサロンに入ってる方っていうのは自分の自由意志で入ってるわけですよね別になんか「入れ」って強制されてるわけでもないしそれからあの、まあ、例えばじゃあ何とかをやる権利を売るっていう方法も、まあ、僕もだからちょっと変わったやり方だなとは思いますけどでもその何とかをやる権利を買うという。 えーとことはその方が自分ででで選んでるわけでしょ誰も買わなかったら何とかをやる権利っていうのはやわないわけだしあとなんだっけなえーと僕はなんでこの話をしようと思ったのかというと月曜かな月曜に出た記事でえっとなんだっけえっとエンターテインンプーペルのレビューを書く仕事がなんかネットに上がっててそれの報酬が安いとかいうのは記事が出たのがまあこれを僕喋ろうと思ったきっかけなんですけど。 でそれも別にその報酬出してたとしても安いよく見えたとしてもそれ結局なんかこの,方このことっていうのは西野さんがまあ,あるやり方をされていてでそれでそれに従うというかそれに応募する方々がいらっしゃるとしてもそれはもしその方々が西野さんのプロポーザルというか。 これやりましょうっていうのを魅力だと思わなかった魅力と感じなかったら別にやらないわけじゃないですかだから最終的にはその方々の自由意志というか選択でやってるわけなんだからそれはね僕は問題ないんだろうと思うんですよで、僕はそれよりもちょっとね問題だなと思うことが実はあるんですその西野さん現象というかねそれ何かっていうとねまあ西野さん本当にあの煙突町のプペルのあの夢を でも本当語っててこれにやりたいんだディズニーを倒したいんだとか言ってわあすごいなと思ってでそういうふうに共感して集まってくる人たちがいると思うんだけどこれね日本の社会の問題点は西野さんが問題なんじゃなくてみみんんななが西野さんみたいいじゃないってこととの方が問題だと思うんですよいやこれが例えばアメリカだったらね僕あのテッドとかでもよく行ってるしあのまあ僕ほらそもそも日米学生会議っていうので最初にだからアメリカに本格的に行ったのって。 えと21人だったかな日米学生会議ってまで1か月行ってアメリカ人の学生と1か月間ずっと、ね、あのシカゴとかニューヨークとか周りの中議論したっていうのが最初のアメリカ体験なんですけど深い意味ではでその時にそのアメリカ人の学生とか喋ってたらみんな西野なんだよわ <laughs> かるこの感じみんな西野なんだよだからそのみんなそれぞれ夢があってあの思いがあってやりたいことがあってみんな西野なの だからなんで西野さんのサロンが問題になってんのかっていうと問題になってるとするならばね僕は問題じゃないと思うんだけどさっき言ったみたいに別にそれぞれの個性あの個人の思いで入ってんだからあの西野さんがじゃあ俺は煙突マシマッションのプペル映画化したいんだって言ったとするじゃないですか日本だとえー、そうなのか的に西野さんの夢を実現したいっていう人が集まってくるとするじゃないですか。これアメリカだったら西野さんがね 俺は「エンドス・ワ・チョッペル」映画化したいんだディズニーに倒したいんだっつったあそうか」っつって「でも俺はねあの実は NPA でこうなんだ」とか「いや俺はねあのフィンテックで世の中変えたいんだ」とかそれぞれが西野さんと同じくらいの強度の夢を持ってるわけよだから俺西野さんのねあの話にあのみんながあのなんでそんなに反発する人がいるのかっていうといやそれ西野さんが夢を独占しているように見えるからだと思うわけあのサロンメンメバーで あのなんだかんだ言ってもやっぱり結局西野さんの夢を実現するためにみんなやってるんでしょうみたいないやでもなんでそうなってるのかっていうと西野さんが「いや俺は煙突町のマッチのプペル作りたいんだよね」っつっても「そうなんだ」って一応それ聞いといて聞いてる時間帯があってそれ終わったら「あそうなんだ西野さんいいですね」「ちなみに私はこういうことやりたいんですよね」<laughs> とか言ってそれが同じぐらいの京都でズドンと来たら「おお」って感じになるじゃない 俺アメリカはそういう国のような気がするのよ比較的まあ印象ではだからテッドの会議なんか行くと、まあ、明らかにそうだよねあテッドなんかだとスピーカーなんかこういうこと言うじゃん「おお」っつって別になんかでもそのスピーカーいや正確に言うとテッドでスピーカーがなんかあるプロポーザルをしてあじゃあこれ協力するわっていうことはあるんだよあるんだけどその人生においてテッドのスピーカーが夢を独占してるってことはないわけ。<laughs> テッドのスピーカーカこういうい俺はじゃあ例えば西野さんがテッドのスピーカー出たりするじゃないですか俺はね煙突チョのプール作りたいんだよねって言って「おおそうなんだいいね」って言って「おおお疲れ」って言って「ってって <laughs> いやでも私はこうなんだよね」とか「俺はこうなんだよね」って同じくらい共同の球が来るわけですよ。ということはもしね西野さんのサのロンメンバーの方々ってねひょっとしたら自分の夢があってでその夢の実現する 学習ののププロロセスととしししてて西野さんのそのプロジェクトに参画いいいるだけけかもれれれないよねそれはそはで僕はいいと思うわけやっぱり人間でその飯暴行みたいな感じになっちゃうとやっぱりバランスが崩れちゃうんでだから西野サロンに参加してその参加したことで何か自分があの成長できて自分の夢をね見つけられてそういうようなことがあったらいいと思うし実際そういう風になってると思うんだけどでもそれよりも問題なのはあの日本人が一人一人が。 その平均的に見てティピカルな日本人がその同じぐらい強い夢を持っていたら別に西の現象は問題になんないのよ俺から言わせるとさっき帰ったように西野が「いや俺はプッペル作りたいんだよね」っつって「あ,あそうか」って「よかったな頑張れよ」でもね俺はこうなんだよ」っていう強いのがあれば別にこういうことにならないんでこういう見え方しないんで。 むしろ俺西野が悪いんじゃなくて西野さんはさ単に自分の夢を語っているだけでその夢を実現するために全力で走っているだけで,でそれはえらいことじゃないそれはえらいことだと僕は思うわけで問題ならそっちじゃなくて <laughs> みんながそれぞれ同じようなアジェンダというか夢を持っていたら別に、あのー、それでいいわけじゃん。だから 100人の村があったとして100人の村の1人の村人が「俺こういう夢なんだよね」って言ったら99人の村人が「あ,あそれはいいねー」っつって別にそれは否定する必要ないじゃない。いや頑張れよお前絶対いいと思うよ、ね、頑張れよって言った後で99人が「いや俺はねこっちなんだ俺はこっちなんだ」ってそれぞれ全然別の夢があったらそこでどういうコラボができるかってのはまた別の話になるわけでしょだけど問題はそのあたかもなん,かそのなんか私何やるか分かんないんですよねーとか言って。 で西尾さんに出会えたみたいな感じいや西尾さんの夢最高です素敵です」って「じゃあ実現するためにあの努力しますね協力しますね」って私たち特に「自分ではやりたいことないんで」みたいなことになってるとするとそっちの方が問題だと。だ僕はね「清を見て森を見水っていうのが常に気になるんだけど西野さん批判っていうのは西野さんを見ていて森を見てないんじゃないかなと思って。どっっちかっていうとと西野さんと あの同じぐらい強い夢とか目的を典型的な日本人が持ってないってことの方が俺はよっぽど問題だと感じるんですよ。てか俺はそうだと思う。だから僕は西野さんの,あのプペル本当に応援してるし頑張ってほしいなと思うけど俺には俺のやりたいことあるから僕はあのその飯暴行みたいなことは西野さんに対してはしないよねっていうか迷惑だろうしそんなことをしたら。ってか俺は俺でだから距離感っていうのは大事で西野昭弘っていう人を尊敬してるし。 応援したいけど、俺には俺のアジェンダがあって、俺には俺のま夢があるから、そういう程よい距離感っていうのは大事で。だからこそ。でもえっ、ー、と相手の夢をリスペクトできるし、あの相手の夢に対してあのいろいろあの応援したり、評価することもできるわけじゃないですか。日本がもしそういう国だったら、西は批判っていうのは存在しないんだよね。だから西野さんが問題なんじゃなくて、どっちかというと、僕はえー、西日本の社会の方が問題なんだと感じています。みんな夢を持とうぜ。